白石和紙は、日本の宮城県白石市で作られる和紙である。江戸時代から、白石の特産品で、明治時代まで、盛んに作られた。現在は、市内の白石和紙工房だけで製造される。強度と耐久性に優れ、紙子、紙布にも用いられる。白石和紙の便箋白石和紙の封筒白石和紙、キッコを通る紙原料はチョだが、伝統的に、 日本でちょっと言われた木には、構造と火事の木の2種があり、白石橋の場合、トラフという品種名で呼ばれる火事の木の芽株が原料である。その長く柔らかい繊維が紙に強度と耐久性をもたらし、紙子や紙布のその他特殊用途でも発揮される特徴となる。東大寺の修辞会で連行集が着用する紙子は、1973年から白石橋を使っている。 江戸時代には、貯生産、紙すき、加工が白石を含む買った群一円の産業として、栄、え白石の特産を指す、白石三白の一つとされた。高級品から、低廉なものまで、明治時代にも、盛んに好かれたが、洋紙との価格競争に敗れ、わずか一工房だけで作られるようになった。平安時代には、道の串が京の貴族に、 良質の紙として知られていたが、白石で和紙が作られた時期は特定できない。白石の和紙が人々に知られるようになるのは、江戸時代に入ってからである。仙台藩領では、半祖の伊達政宗が早くから、著の植え付けと紙の生産を奨励したため、寮内各地で、製紙業が起こった。その中で白石とその周辺の村で作られる紙は、生産量が多く、 品質でも、最良という評価が定着した。とりわけ白石の紙布は、全国的な名声を博し、特産品として、伊達家から、幕府、朝廷への献上品にされた。防寒、防水の実用性を期待された、白石の紙子も、また上質で有名であった。慶長県王施設の福祉であった。 長谷倉らつがが持参し、用いた懐紙も白石はし,しであったと考えられており、フランスの港町のサントロペの領主夫人の報告書には、手のひら台できぬの布のような、薄さで、花を噛んで地に捨てたのを、人々が争って拾ったとされている。明治に入ると、紙布を一つの頂点とする最高級品は、作られなくなった。幕末に、 漂白のため原料に米を混ぜる技術が普及し、紙の耐久性が低下した。安価、量産を目指す競争で、白石はしは、というより、和紙全般が、パルプを用いた安価な用紙に破れ、衰退に向かった。その衰退期の1931年に、当時18歳の遠藤忠夫が、地元の伝統の復興を志して、思考棒を始めた。遠藤は、 過去の技術の研究や自らの総意によって、高品質の紙を作り出し、やがて、白石橋を文字通り一人で好き出すようになった。第二次世界大戦中の1943年、区内省に重要記録用紙用として納入した紙が、2年後に、日本が降伏した時、戦艦水売りで調印された、降伏文書に使われた。1975年からは、 東大寺に、修士家用の衣にする紙を収めるようになった。連行衆が14日の行の間着用するもので、白石和氏の耐久性が評価されたのである。後には、三宅一世が紙子を使った洋服をデザインして、発表し、世界的な注目を受けた。白石和氏は、1982年12月1日に、宮城県知事指定伝統的工芸品に指定された。 1997年に遠藤忠夫は死去したが、その後も白石和紙工房で妻の遠藤真子こらが製造を続けてきた。2015年3月に白石和紙工房は職人の高齢化などを理由に白石和紙の製造を終了し、現在は白石市や市内の市民グループが 白石紙の製造と家事の木をはじめとする原料植物栽培の両方の存続を試みている。2015年ミラノ国際博覧会日本館では7月24日から27日にかけて白石紙を用いた見本紙が行われた。江戸時代に白石紙は紙布や紙粉にも加工された。細く切った紙を糸にして改めて布を織り出すのが 紙布で、紙のまま衣類に仕立てるのが紙子である。基本的に、紙布が希少な高級品、紙子が不及品であったが、地元の農民が紙布を、労働着にすることもあったし、高級品として仕立てられる紙子もあった。白石の紙布の評判は、他の産地の追随を許さないものがあったが、明治に入ると急速に衰微し、やがて作られなくなった。佐藤忠太郎。 カタクラ遠ブミツ、エンドタダオが、研究、1936年に復元に成功した。それから1940年に製造開始となり、第二次世界大戦中は、布の代用品として注目された。しかし戦後には代用品イメージが足を引っ張り、1949年に製造中止となった。その後、エンドウ・タダオの妻、 マシゴが1975年にもう一度復活させた。手数がかかるため、普通に店頭で売られるものではない。白石の紙子も江戸時代に品質の良さで知られ、多様な製品があったが、他の産地のものと本質的な違いはなかった。この伝統的な紙子に連なる衣類も普通には売られておらず、白石和紙工房が収めた和紙を使って東大寺が製作し、 用いている。現在白石で作られる紙子はそれらと一風異なる白石独特のもので、紙布製造から撤退した佐藤忠太郎が拓本取りに層を得て、紙に繊細な模様を浮き出させる拓本染め技法を創始して作り出したものである。忠太郎は事業が軌道に乗る前に亡くなったが、弟子と息子がそれぞれ工房を構え、以後白石紙子が、 白石の特産工芸として知られるようになった。白石和紙を加工して、名刺入れ、ハンドバッグなど普通には、布や比較で作られるような製品を作っている。ありがとうございます。